スーリヤ・バルマンは、パーンドゥランガの国王、及び、チャンパ王国第10王朝の国王。署名はビディアーナンダナー。王古史式全書では、布池と記される。もともとは、チャムの王族で、1182年に、トゥムプラウクビジャヤからクメールに身を寄せた。伝承によると、クメール王ジャヤーバルマン7世は、運命のものとされる33の印を、ビディアーナンダナーがすべて備えていることを見て取り、その資質を見出したとされる。ビディアーナンダナーは、科学的、軍事的な教育を受け、長じて、ジャヤーバルマン7世から将軍に任じられた。マリャンで起こった、反乱の鎮圧をジャヤーバルマン7世から命じられて、達成し、ユーバラージャの称号と多くの財宝を与えられた。1190年、チャンパ王ジャヤインドラバルマン4世がクメールに侵攻してきた。ジャヤーバルマン7世から軍の指揮を任されたビディアーナンダナーはチャンパ軍を撃退した。勝ちに乗じたクメール軍は反抗し、チャンパの王とビジャヤを占領した。ジャヤインドラバルマン4世を捕虜としてクメールの王とアンコールに連行した。チャンパを征服したジャヤーバルマン7世はチャンパの国土を2つに分割し、義弟の院をビジャヤの王とした。ビディアーナンダナーはビジャヤの南にあるパーンドゥランガをジャヤーバルマン7世から与えられて王となり、スーリヤバルマンを称したが、ビジャヤ・パーンドゥランガともにクメールの傀儡であった。1191年にビジャヤで政変が起こり、チャムの王族であったラシパティが、スーリヤ・ジャヤ・バルマンをクメールに追放して、ジャヤ・インドラ・バルマン5世を称した。クメールの支配から脱することを目論んだ、スーリヤ・バルマンは、翌1192年にビジャヤに侵攻し、ジャヤ・インドラ・バルマン5世及び、クメールから解放されて、ビジャヤに戻り、福位を狙ったジャヤ・インドラ・バルマン4世を殺害して、チャンパを再統一した。1194年には、ジャヤーバルマン7世が派兵してきたクメール軍を撃退して地方を固めた。1198年、スーリヤバルマンは李朝王古史に使者を送り、翌1199年10月に高宗より宣城王に封じられた。1203年、スーリヤバルマンの叔父のダナパティグラーマがクメールに通じ、クメール軍が侵攻してきた。敗れたスーリヤバルマンは200艘余りの兵船で海上に脱出し、大越の吉良海口に逃れた。大越の殿式七修康州の時義と州牧の半延は、スーリヤバルマンを攻めようとしたが、企みが事前に漏れ、スーリヤバルマンは時義、半延及び修康の兵200人余りを返り討ちにして、再び海上に逃亡しその後は、行方不明となった。チャンパはクメールに併合され、ダナパティグラーマがジャヤーバルマン7世から旧、チャンパ区域の統治を任された。クメールによるチャンパ支配からの独立は、ジャヤーバルマン7世没後の1220年に、ジャヤパラメーシュバラバルマン2世によって成し遂げられることになる。ありがとうございます。